皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウルリマスタードを遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ボスのスモとオンスタインにボコボコにされたところで、なんとかしてリベンジを狙っていきたいという状況です。でですね、今回ね、秘策がある。裏でこれを作っておきました。雷のロングソードプラス1。これですね。で、物理155。そこに雷155が乗っかってくると、属性ダメージね。で、致命が100。どうもボスのスモの方はね、雷にすごい弱いらしいんですよ。なんでこれを使ってセーバーしていく。行きましょう。出発。出発じゃー。出発の舞。いて。さあやってきました。やり合おう。危ない、見えていた。これちょっと待ってね、今回こっちやってみようか。スモ、これどうなんの。こっち割と今回なら行きやすいはず。3発よし。そう、属性の相性がいい、すごくいい。ただ多したいな、重なってる。いいよ、もう一発。これすごいな、属性こんなか。もう瀕死。ただこっからね、油断してはいけない。さあ強攻撃、両手持ち。はい、いた。よし、で回復。どうなった。あ、なんかでっかくなってる。おいおい、なんじゃこいつは。どういう原理、鎧まででっかくなってる。おっちゃい、なんだなんすかそれ。スモの技か。あぶね。お、またこれ密着かな。さすがに遠距離無理でしょう。すね、ガードできるけども結構持っていかれる。怖え。あの、待って、尻餅マジで怖え。あれ連発されたら無理だよ。これ投げか、ガード不能か。どうなる、捨てられる。いや待ってね、それ何、あれか、いつものかレーザーか。これ遅いわ、遅くて優しい。あぶね、速いやつ来た。怖え、密着、再び密着。よし、まずい、もう一発。あー、よし、からの、待って、見えないんだよな、真下行くと。これが弊害ね、ロックの。で、真下にあの尻餅か。あれ食らうとまずいな。こっち。あぶね。100。おお、突進か。モーションそのまんまか。さらに新規モーション。いや、こいつもこれ強えな。おお。切り上げ。あ、またこれか。ちょっとワンテンポ遅いんですね。飛んだ後にぶっ刺してくる。いやらしい技。さあ、ここ回復。一発回復して、残り5本。いけないことはないっていう感じか。待ってね、距離感がつかみにくい。ジャンプ来た。
よし、チャンス、まさにチャンス。いいよ。で、ドッシンクル、はい、かわして、切る。これか、投げ技。さあ、あっちゃい。今のは表示のせい。これ回復かな。待ってね。よし、さあ避けて。危ない。この距離な、怖え。危ねえ。回復。まずい。おー、セーフ。もはや密着ゲー。これはいかん。食らう。危ねえ。それ連発すんだ。なんもできんから、人類は。よしよし。さあ、半分。強攻撃。待って、両友達危ねえか。いやー、突き上げ食らった。回復。残り4本。これも長期戦だな、本当に。後半戦も。いやー、今のは2回出しちゃった。いやー。なんたること。見えねえ。真下は本当に危ない。で、ドン来る。あれ、結構長いんだな、効果時間。今欲張ったけど。あれ、突き上げ。回復。さらに回復。さあ、ラスト。これはもう、まずいな。回復できない。はい。で、スタミナ。これ貯めて。こっち向いてやってくのかね、投げ技。で、バリバリ。よし。はい。これは簡単。避けやすい。いいよ。意外といける?頑張れば。あー、その振りが見えねえ。よし。危ねえ。ガードした。はい。もはやリズム天国。タイミング合わせて突っ込んでいく。はい。いいな。楽しいね。で、ドーン来る。はい。で、切っていく。危ねえ。それがね。待ってくれ。よし、危ない危ない危ない。危ない。お尻痛いだろ。まったく、あっぷね、今の。おかしくないですか、これ。どうしたの?どういうモード?怖いわ、もう。はい。さあ、投げ技回避して。よし、Bターン来る。これ何回出すん、これ。気に入ったんか。待ってね、こっから。あと一発二発。いける!オッケー!やったぞー!竜狩りを買ったぞー!ボーンスタインのソウル。よし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 。あぶねー。削り切った。と人間性。と獅子の指輪。こいつをゲット。そんで、どこに行く?こっちかな?あ、ここか。こっち行ける。あとこっちは?これなんもないか。石像ね。王様か。と、妃かな。で、こっちは空いてる。三人目。さてさて、探索か。いやー、このコツよかった。左右ね。こっちも行けるし、あとこっちか。こっちも行ける。これどうしようかな。こっち行くか。で、それと、獅子の指輪、見ていきましょう。あ、これいいですね。一つ武器のカウンター火力が上がる。レイピアに持ってこい。
グイン王の四騎士に与えられた特別な指輪、死の指輪、竜狩りオンスタインのもの。一つ武器のカウンター攻撃力を高める効果があり、彼の十字槍は岩の鱗をも貫いたという。なるほど。結構いいな。今こっちでか。鉄の加護。これプラス50ぐらいされてますね。多分。防御力。さあ、これ乗って、こっち何？あとそっち何？まずこっち。繋がってんの？よし。さあ、ここでキャンプファイヤー。オッケー。かがり火。こいつをゲット。でですね。レベルアップ。そうね。よし、これでいこう。体力、持久力、あと技量ね。よした。で、50レベル。結構上がったな。で、こっちのね。あと、こっちか。あ、ここもそうね。こっち側。これいけんの？そこに何かある。ソウルか。よいしょ。さあ、もらって。超愛装備。超愛の兜、守備力18。で、重さが 4.5。そんなに強くはないかな。女神フィナの超愛を表現したダカレキシ、ロートレクの兜。彼は孤独の中で女神の超愛を信じ、そのために全てを捨てた。これ、要は、ひもりめ殺しは女神のためだった。っていうことなのかな。女神の寵愛。で、今こうなっちゃった。よしと。あとこっち。こっちもないか。さあ、となると、そっちのか。あの階段の先、行ってみよう。あの二人なぁ。スモを残したバージョンもやってみたいね。リトライできるんだったら。あれもね、相当えぐいと思う。相撲バージョン。さあ、この奥。おや、この女性は、あの絵画の。Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. 優しい人なのかな？私のそばに、ひざまずく。O chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Since the day father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. で、王の器を入手しました。かがり火で転送ができるようになりました。これだけで。And beseech thee.Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. 棺か。この女性すごい、なんていうの、美しいですね。特にあの お胸がね。ここな、あの炎望鏡欲しいわ。双眼鏡持ってないっけ。持ってないんだな、これが。遠望鏡。くっそ。もっとこう寄ってみたかったのに。Oh, chosen undead. Thou hast journeyed far. で、制約を交わす。これはぜひ忠誠を誓おう。よし。で、太陽の王女の指輪。制約を交わしました。Hereafter, I, Guinevere, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. よしよし。で、話していく。Since the day father his form did obscureth, I have awaited thee, once living, now undead.And a fitting heir to Father Gwyn thou art, O chosen undead, and beseech thee. Succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. A grave and arduous test of metal, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire,All shall be a frigid and frightful dark.
下の石像ってあれか、妃じゃなくて王女か。で、この人が娘さんね、グウィンさんの。Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight forevermore. で、グウィンはどっか行っちゃいましたと。これ、どういう生活を送ってんだろう。ぜひなんかね、一緒に生活したいね。挟まれて。さてさて。で、これで、アイテム。アイテムないか。で、これで戻っていける。よし、これだいぶ便利ね。さあ、ここで、待ってね。転送か。よし。で、ここに行きますと。1,2,3,4,5,6。6箇所か。まずやっぱそうね、棺の祭祀場、ここに行こう。で、これ乗ってないとこもありますね。北の祭祀場とかデーモン遺跡。そこもぜひ行きたい。よしと。さあ、ワープ。これ、ひもりめさんは?かがり火を灯す。そう、いないんだよね。殺されてしまった。どうしよう。Damn. That's strange. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. これね、こっちにですね、変な生命体が出てきたんだ。ここね。そう、これが臭いらしい。これ何この子。話せんの?話しかける。ああ、Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate.And the very reason your kind have appeared, chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Eh?今から?Successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord vessel on the altar. 棺の祭壇。これ彼体どうなってんだろうね。どう繋がってんの。で、ここに器を置く。で、3箇所か。行けるようになった。今のところ1個しか死なないかな。真ん中のやつ。2番目のやつ。1番目と3番目分かんないですね。で、こっち行けません。これは休憩する。これもかがり火か。で、再び、再始動。一旦帰ろう。ワープ。これな、ここのひもり目。これどうしよう。仇取ったんだけど、どうしようもない。いないもんね。ですよね。これ困ったな。何?魂を本人に返しますか?それは可能なのか?よし。で、返しました。復活した。
Thank you. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend.そっか、喋れんのか。ただ強化できません。返してしまった。Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. そっか、本来喋ってはいけない存在。ですね。よしよし。まあ、とりあえず一旦、そっちのかがり火ね。これアンロック。再びアンロック。よしと。火を灯そう。よし、灯ってますね。でね、今回ちょっと短いんで、あそこ行こうか。あの、はぐれデーモン。今なら多分ね、勝てると思う。前はコテンパンにされた。今から行ってみようか。さあ、来ました。リベンジタイム。出発。いけるかな？勝てるかな？で、まず回復して、上からの猛者。連中降ってくる。そう、これなんだよな。爆発ね。もう一回来るよ。危ない。さあ、尻尾。さらに来る。はい。尻尾。おお、尻がすげえ、これ尻肉は。で、回復して。待って、こっちはまずい。よくわからねえ、向きが。ドーン。ただまあ、火力的にはあれか。いける流れですね。よし。だいぶ違う。前と。で、バンクリオ。回復。はい。あぶね。今のあぶね。で、飛んでからの、ドーン。よし。腹肉。贅肉。それまずい。で、尻尾。いいですね。さあ、2回切って、バンクル。よし、もう半分。はいはい。で、さらにバーン。はい。ガードする。魔法防御の高い盾。魔法カットか。終わっちゃい。あの、お腹のお肉はね、プルルンって揺れてんの。振ると。見える？ほら。プルンって。すごいな、これ。待ってね、後ろ。そう、後ろ。安全地帯。で、バンクリオ。はい。再び来る。よし、パターン化すればいけますね。まずい。で、スタミナ貯めて、これもバンクル。連発してんな。今日なんか連発されますね。あの、お尻アタックといい。さあ、片手にしてガードしながら行く。あぶねえ。どう？ひるんだ？ひるんでない。ダッシュ切りで前ちょっと危険ですね。はい、後ろ行って。くわー、これはフラグになる。おお、チャブレ回復。見えない。見えません。おお。待って、さっきまであんなにいけていたのに。ガード。よし。回復。いいよ。で、裏取って。もうちょい裏。よし。そう、そうです、そうです。で、空の、ブンブン。よし。
いける。もうちょい。おし。あ、当たってね。オッケー。よし。さあ、来ました。やったぞー。これでもやったぞー。勝利の舞。で、人間性と機関のコッペン。と、くさびしの現場。よしよし。これはでかいわ。最上級くさびし。で、ここに、はしごね。あっぶね、しかし、最後の。他ないかな。これ全部人骨か。ご飯なのか、それとも捨てられたものなのか、ゴミなのか。よしと。で、こっち登って、その2万か。これやっぱ装備の強化かな。装備を強くしたい。んで、こっち行けんだね。こっち無駄か。こっちね。よしと。氷行って、で、上か。ここに繋がっていた。どう？ほいで、ほいで。からのこっちか。ここ結構迷うな。よくわからん。よし。で、戻ってきました。よしよし。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。